まだ私完治してないし、まだピッチに戻ってないけど、無理なことっていうのはこう自分がやり続けている以上ないのかなっていうふうには思ってます。代表の試合で怪我して、でその代表期間中もジェフに帰ってきてからとかも一回もこう涙したことなかったんですよ。なんか悲しくて泣くってことはあんまりないんですけど、一度だけ車に乗っててすっごいなんかグッてきた瞬間あって、ボロボロ泣くわけじゃなかったんですけど、多分怪我してその一回だけちょっと車でうるっとしたことはありましたね。それこそなんかいろんな方からメッセージいただいてて、でそれなんか思い返しててちょっと音楽流れてたらこうグッてきたけど、やっぱ一人になるとちょっとこう、もちろん基本的に前向きっていうかあんまり深く物事を考えないんですけど、一人になるとやっぱり考え込むことはあるかなっていうふうに思います。あ、来たぞって感じしますね。本当に周り見ると結構引き締まるな。昨シーズンもチーム自体こう過去最上位の成績で、まあ、リーグも皇后杯も一番いい成績を残せた年で、コンディション的にもいい状況にあったし、自信も持ってましたし、でその中でこう本当にあの試合で人生変わったじゃないですけど、大怪我してしまったんで、すごいそこは今振り返っても大きなこうポイントだったかなっていうふうに思ってます。本当に代表のまあデビュー戦 で前半も最後本当に数分のところで、こういつもとやってる いつもやってるプレー以上に、まあもちろん気持ちも入ってましたし、こう相手にしっかり強く寄せるっていう時のプレーだったんですけど、何よりも本当に痛かったんで、悲しいとかやってしまったとかそういうよりももう痛みがすごくて、もうそれに結構衝撃でしたね。こんな痛い気が初めてだっていう。普通にいつもだったらトレーニング自主練とかアップ含めてもだいたい全部で3時間とか、多くて3時間とかなんですけど、リハビリは少なくて3時間みたいな、3時間4時間ぐらい全部合わせても、終わってからのケアとかも考えたら、もう来るのも今までは一番早いなんてことなかったんですけど、基本的に一番早かったりとか帰るのも遅かったりするんで、こう膝に向き合う時間は本当に長いなっていうふうに思いますね。ももの前の筋肉とハムの裏の筋肉の測定があって、それがこう左右差で9割以上いかないと復帰ができないんで、どんだけ動きとか良くてサッカーができてもやっぱ筋力のところでしっかり戻ってないと、止まる動きだったりやっぱり当たってこられた時に耐えれる力がないので、そこはもうマストで必要って言われてて、で私の手術はこのハムの腱を取って靭帯にしてるんで、ハムがしっかりこう取ってる分弱くなりやすいんですけど、こうしっかりトレーニングして、で私はちょっと前の筋肉がちょっとまだ戻ってないんで、今から重いものとか持ってこう耐えれるようにするんですけど、このスクワットに行くまでが気持ちが難しいですよね。私は結構ゆっくりゆっくりやるんですけど、はい、リハビリ超早くやるやつがあそこにいる YouTuber レビューなんです。もう違うよ、足が速いのに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 自分と同じ怪我をしている先輩っていうこともあって、めちゃめちゃいろいろ教わってますしかもめっちゃ面倒見よくて、このメニュー何ですかって聞いたらすぐやってくれる、やってくれるっていうかすぐ教えてくれるんです。本当にレビナの怪我した日も一緒にいて、多分レビナがより先に悲しんでたと思います、もしかしたらと思って。同じ怪我だったらっていうのがすごい本当に結構ショックだったけど、代表行った時に一緒に本当に頑張ろうねって始めたとこだったんで、嬉しい気持ちも大きいけど、多分
でみんなだからやっぱりリハビリできてると思うし、お互い結構厳しいことも言い合うんですけど、本当にレイナだからできるよね。結構厳しいよね。結構厳しい。一緒の全く一緒の手術ではないんで同じ病なんですけど、でみんなの方が難しいというか、1回目ではやらない手術してるんで、分かんないこと多いよね、2人でやってても。やったことない。どうするって。でもそれが2人で共有できるっていうのは本当に大きいですね。同じこう辛さを共有できる人がいるだけで、それだけでも気持ち楽になるんで。怪我してよかったなって思うことは1ミリもないし、もうそんなこと絶対言えないんですけど、まあ、あの怪我があったからこそ、まあ、気づけることはいっぱいあったし、こんなにいろんな人に支えてもらって、いろんな人が応援してくれてて、待ってる人がいるっていうことは怪我してないと分かんなかったことだと思うんで、それは本当に怪我を通して分かることだったり、なんか強くなれるのかなっていうふうには思ってます。普段はどんな業務を、はい、私は、総務部に所属していて、で本当に社員の方がこう、まあ、オフィスライフをこう充実させるために、私がいろいろな、まあ、オフィス関係のことだったりっていうところを専門にやってます。まあ、イラストレーターっていう、プログラムが使えるので、それを使って、まあ、社内のこう掲示物だったりとか、ちょっとしたこうパンフレットっていうのを作成しています。これはそれこそオンライン飲み会が流行った時に、まあ、JC の代表と、まあ、オンラインを通じてつながろうっていう企画 でその企画のバナーを作ることになったんですけど、こだわったのはこの、まあワインとビールをこう自分で書いたんですけど、でこう綺麗にするのも私なんかデザイン好きなんですけど、こう手書き感というかこうちょっと温かみがあるのが好きなんで、ここに関しては自分で書いて、で色もつけて、ちょっと下手くそっぽいところがポイントかなと思ってるんで、はい、本当に、まあ、責任感強くて、何事にもこう前向きに取り組まれるんで、非常に私としては助かっててですね、人格的にも素晴らしいんで、やっぱ人が寄ってくるんですよ。だからそういうところで、今日も久しぶりに会社出社してくれたら、みんな周り寄ってきて話できてっていう、もうファンがたくさんこうつくような方ですかね。ストイックな一面がすごいあるので、まあ一緒にいてこう切磋琢磨しながらやれてるっていう部分と、やっぱり理解力とかも早いので、やっぱリモートとかでやってても伝わりやすいというか、すぐこう理解してくださるので、まあ、一緒にいて仕事がしやすいっていう部分がすごい助かります。絶賛ですね。着ていただきましたね。まあ、もちろんサッカープロサッカー選手ってサッカーしてそれで生活組んでっていうところが、まあ、一番ベターだとは思うんですけど、私にとってはこうサッカー選手での面も、本当にサッカー仕事してる面も、もう私らしく入れるこう時間だったりっていうのがあるので、全然こうサッカー選手っていうのにとらわれることって必要ないなって、まあ、サポーターがいて、で家族とか友人とかがいて、またこう会社ってこう私にとっては別の存在で、こう一言で言うっていうのは難しいんですけど、本当に一番最強のなんかサポートしていただいているので、本当にそれがサッカーにもつながっているので、心強い存在で、もう私がこう仕事をしていることが私らしく言える時間なので、ここ大好きな場所ですね。常にトレーナーさんがいて、メニュー毎日違うメニューいただいて、で治療器具もあって、すごいいい環境でできてるけど、逆に学生とか高校生大学生とか本当に大変だなって、逆に尊敬します。それで復帰を目指してやっていくから、よっぽどその育成年代の怪我とかの方が大変だと思うし、だからこそなんかインスタでちょっとでも思って発信してるんですけど、でも一つ面白いなんか問い合わせでコメントがあって、私がうまくいってるからこそ不安になる人もきっといて、いやでもそれはそうだなって思う。
からただ そういう人たちに向けても発信したいけど、絶対いろんなこと気にしながらちゃんとリハビリできてたらここまで戻れるよっていうのも逆に発信したいなっていうふうに思ったんで、いろんなこう人それぞれいろんな角度から見てもらえたらなと思います。にっこりってにっこりっていう練習したよ。にっこりの練習でしょ。うん、はい、名前はおにぎりですおにぎりとは呼ばないんですけど鬼って呼びたくて、でも鬼だったらおかしいなって思ってギリをつけたっていう。いや、潮時間ですね。鬼、待って待って、まっすぐ歩いて。もう毎日絶対散歩行くんで、雨以外はね。だからそれこそ手術して歩くのが制限あるときはなかなか行けなかったんで、こうやって普通に散歩行けるようになるのも結構嬉しかったっすね。なんか治らないものはないかもしれないですね。まだ私完治してないし、まだピッチに戻ってないけど、あんだけ痛みがあって手術も乗り越えて今こうやってグラウンドで走れたりボール蹴れるようになって、絶対こう無理なことはないかなっていうふうに思いました。もう絶望だったし、でもまたこうやってリハビリちゃんと毎日毎日積み重ねていろんなケアとか本当に足のこと考えていくとここまで戻ってこれるし、ここから先まだ復帰してないけどしっかり復帰してリーグに出てチームに貢献して、でいつかまた代表に戻りたいっていうふうには強く思えているので、無理なことっていうのはこう自分がやり続けている以上ないのかなっていうふうには思ってます。対戦にとって、はい、働いて笑おうとは、ワクワクすることです。もうワクワク、働くことって辛いことあるかもしれないですけど、それも全部ワクワクするためって思ってます。自分自身にワクワクすることすごい大事だと思うんで、何でも楽しんで、で大したことないって思いながら頑張ります。ワクワクできてますか今は？はい、もう楽しいですね。もういろんな悩みも楽しみながら頑張ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、もう最後ちゃんと撮って